グリーンインは農学作品の一つ。ゼアミ自筆吉本が現存し、南北朝時代に制作されたグリーンインと、その作品の主に後半を全く異なる展開に、開作したグリーンインがある。原稿曲として五流に上演されているのは、開作されたグリーンインであり、本項目でもそちらについて述べる。摂津国の芦ア屋アに住む正光は、若い頃に、 伊勢物語の送電を授けられて以来、開けても暮れてもその良さを楽しんできた。ある夜、即退した男と暮れないの袴を着た4人が、伊勢物語の本を見ながら、木陰の花の元に立っているという夢を見た。あたりにいた沖縄に問えば、あれこそが伊勢物語の主人公の有原の成平と二条公で、あり、場所は紫のロウリーンと語ったところで目が覚めた。 あまりにはっきりした夢だったので、早速そこに行ってみようと思った。正光は、グリーンに着くと、確かに夢で見たような戸籍で荒れていたが、花だけは昔を忘れないかのごとく咲いている。夢で見た二人の姿は見えないが、いつまでもいるわけにもいかないので、木陰によってその花を折り返ろうとした。正光が花を折ると、風もないのに花が折れるとは、人が折ったのでしょうかと。 残念そうに言いながら老人が現れる。そして、正光に花を折る老石の人は立ち退きなさいと言った。正光も花を愛するからこそ折ったのですと言い返し、押し問答になる。最後に、老人は花を倒るのを惜しむのも、こうのも、いずれも花に対する思いやりの心からなのでしょうと言った。そして、なぜここにいるのか司祭を尋ねて、事情を知ると、 グリーンは二条項の山荘であり、きっとあなたの志を感じた二条項が現れて、伊勢物語のことをもっと授けるつもりなのでしょうと言った。この鼻の下で寝て、夢でそれをご覧くださいというので、そういう、あなたは、どなたなのでしょうと、正光は問いかける。すると老人はこの姿から昔、男とはわかりませぬかというので、正光が、ではあなたは、有原の成平なのですかと言うと、 今は明かせませんが夢で、私の姿を見れば、疑わしいこともなくなるでしょうと言って、夕空の霞の中に、姿が見えなくなった。正光と従者は、月下の花の木陰に伏して、横になると、成平の霊が現れて、正光に壊れるままに、伊勢物語の数々を語り始めた。成平は二条公と互いに心を寄せ、 小市に踏み出した経緯を十回するが、そのうち夜夕の曲を思い出して、舞いを舞い始める。そして、この物語はいくら語っても語り尽くせるものではありませんが、末の世までも、連母の心を伝える言葉で書かれた物語なのですと、言いながら夜通し語るうちに、正光は夢から覚めるのであった。元となる古作の売りにも改作された。売りにも作者不明だが、 コンパル全築のズ随の置きに出てくるウリーンは改作されたウリーンと見られ、またそれが初見とされること。さらに全築作の腰音内容が類似することから全築を改作者とする説もある。古作のウリーンは伊勢物語の主に2.69.1265.123段に当時の伊勢物語の古注釈の素材を用い新たな物語として作られている。 それを改作した原稿の売りン,ンも、同じく伊勢物語の古注釈をもとに作られている。原稿の売りン,ンは、室町時代にはあまり上演されなかったとみられ、1593年の徳川家康の初演が知られるのみである。江戸時代は、関税、宝生流の初演曲となり、後期になると、今後を、北流も演じるようになる。コンパル流だけは1992年になって、 初演曲としている。古作の売り見は、金剛金森が滝技能で演じ、極みが歌ったとされることから、南北朝時代の作品と言われているが、室町時代の初期に廃曲になったとも言われている。1982年に、法政大学農学研究所によって、世阿弥寺筆本より、復活上演された。以降も、関税流の一部によって上演されている。前半は、 ほぼ同じであるが、後半が大きく異なっている。古作は二条公の霊と、藤原元常の霊が現れ、兄弟愛の猛襲を描いた終身男物とされる。対して、原稿の売り人は成平だけが登場し、休会しながら、舞を舞う美男物である。また、原稿曲は、脇連れと愛が登場する環境言があるが、古作の贅道筆本には、脇連れと愛が登場しない。 おそらく、リーンの原型にも登場しなかったので、あろうと推測されている。正光が夢を見始めると、美しい女人が、紅の袴を召して現れる。その女人は二条の記載であると名乗り、この世への執着ゆえに、ここに戻ってきたのですと告げる。そして壊れるままに、伊勢物語のことを語り始める。二条公は、この物語で、武蔵野は若差を焼かないでほしい。そこには、 若草のような夫と私がこもっているから、と、武蔵野で歌を読んだことになっているが、それは、本当は、春日野のことであると言った。そして二条公の兄の元常の例が現れると、その夫とは、成平であり、公を取り返したのは、元常で、物語で、鬼一口と書かれている鬼も、元常であり、鬼の姿でその時の物語を再現しようと言った。 うは誰も恨むことはありませんが、昔兄に追われて成平と共に、武蔵野へ逃げたのですという。元常は、武蔵野に果てずとも、小石には、限りがあり、いつまでも身を忍ばせることなどできぬと言った。甲は、では、昔のように、武蔵塚のうちに逃げ込み隠れましょうと言った。元常は、ここまで姿が見えていたが、暗くなって見えなくなったと言い、 のに火を飛ぼしや気りのごとく探すと一つの塚があった。そこが怪しいと思い奥に入ると、そこに奇祭と成平を見つける。成平は、生前の物語を語りながら、それも今となっては、恥ずかしいと言い,い、元常も、こうが成平を慕っていたことは恥ずかしいことだという。成平は、うつの山を越え隅田川に着いたというが、元常は、武蔵野とは、本当は、 カスガノであったのだと言い、甲を取り返して帰った。夜も明けると、そこは、ムサシでも、カスガノでもなく、グリーンの花の下であり、元常や、甲の姿も夢のように消えていたのだった。前半に出てきた、成平の化身である老人は、後半に再び成平が登場するかのように、ほのめかしているが、後半に、成平が登場していないとする説もある。それに対して元常が、 武蔵塚で記載を見つけた以降の自由体の三箇所は、成平の文句であると解する説がある。本項目のあらすじは、成平が登場したとする説におけるものである。成平の意味を鎌倉期から室町期に書かれた伊勢物語の注釈書、若地研修、霊勢野流伊勢物語賞など当時伊勢物語の意味などを解説した本が多く書かれた大和猿学。 坂戸座の役者南北朝時代の頃の田楽の役者、ありがとうございます。